じゃあ今日始めましょう。で、最初にね、エジプトの、やつ、まあ前作った、まあ本に書いた中の、ノースアフリカのね、一番最初がエジプトなんですけど、それを昨日ざーっと見たんですね。そしたらね、面白いもんで、この北アフリカ、中部アフリカ、東、西、南アフリカ終わって、サウスアメリカ来ましたよね。で、エジプトやってから4ヶ月ぐらい経ってね。それでね、やっぱりね、なんていうのかな。僕はこうやってこう、人様の書いたものを、YouTube で解説したり、単語拾ったり、こうやっていろいろ作ってんだけどね、進歩してんだよね、人間って不思議だよね。で、昨日の夜ね、夕方からエジプトを復習してさ、で、今どうやってやろうかと見たらね、やっぱりね、欠けてんですよ。で、一番まずいなと思ったのはさ、古代エジプトってエジプトだからやっぱり歴史があるから3000年前からさ、この国っていろいろやってきてピラミッド作ったりしてんだから、それぐらいやっぱりさ、知らないとダメだよなと思ってさ、気楽にさ、夜8時頃にさ、ジョン・グリーンのやつの古代エジプトの解説のクラッシュコース、ワールドヒストリーって入れちゃったんですね。そしたらさ、これが大変でさ、他のやつも復習しようと思ったらそれどころじゃなくてさ、それで、もう一つ、エジプトなんて、例えば高橋さん全然もうこんなの覚えてないだろうけど、前デモクラシーの第一冊目でエジプトやったけど覚えてないだろうからって、もう一回整理してね。で、全部うまくね、まあ、大体で書いた、単語が書いたんですけど、例えばね、ツータンカーテンっていうのはツタンカーメンなんですけど、ツータンカーテン、それもしくはツータンカーメンって言うんですけど、ツータンカーメン、ツータンカーテン、アクヘナテン、アクヘナテンとツータンカーメンの、アメンホプ4世。日本語でアメンホテプ4世と言われてんだけど、アクヘナテン、アクヘナテンって言うんだけど、こんなのさ、前からそうだけど、エジプトの名前とかさ、それからツータンカーメンって、ツータンカーテンとかツータンカーメンっていうのは、略称でキングツーっていう、キングツーツっていう発音したりするんですね。で、そういうのってやっぱり全然勉強して知らないとさ、この古代エジプトってさ、エンシェントエジプトですけど、全然通じないんですよね。だそういうふうなことで、まあこうやってちょっと拾ってきて、他にもね、出てきたら王様いたんだけど、まあちょっともう時間的にこんなも今日なんでね、有名な人しか拾ってませんけど、とりあえず、作って、それからあと説明の文章もね、結局、この国って、肥沃で3000年前から、水盤灌漑っていう、ベーシンイリゲーションっていう、非常に有名な、天然でこう洪水が起こって、まあひどい洪水じゃなくて、じわじわと洪水が起こってですね。それで自然の灌漑をしてくれるんですね。で、肥沃な領土ができたっていうか、ものがいろんなものがね、ザクロとかシジクとか、ウィート、小麦ができたっていう、そういう経緯があるんですね。で、その3000年の歴史っていうのはやっぱり、これはすごくてですね、キリスト教の歴史より長いし、中国の文明よりも長いんですよね。で、そういうふうな背景があって、まあ、エジプトがあるっていうことをやっぱり理解しておく必要があるのかなと思って、昨日慌ててこれ入れたんですね。で、もう一つやっぱり気になったのは、今のシシっていうのがね、ここに、アブデル・ファタハ・エル・シシっていうのが大統領ですけど、これはモルシーを追い出してね、大統領になったんですよ。この人が一体どういうふうな現在状になってるんだろうかっていうふうなことでですね。それもちょっと調べたら新しい動きが、なんか来月ぐらいに選挙があるんですよね。で、それがなんか不穏な動きをしてるっていう記事があったんで、まあ、もうちょっと早くやればね、それも入れたんですけど。で、つくづく思ったの、だから今ちょっと始まる前に僕時間が、
今日のブログはまだか、あの、明日向けのブログは書いてないんですけど、時間があったんで、そのエジプトがアジアとか中東どういう位置づけなのかってことを資料を調べてたんで、まあそこに今日まで来たんですけど、まあ途中で終わっちゃったんですけど、エジプトって非常に微妙なポジショニングになっててですね、あの、カタールをサウジが追い出しましたよね。これはあの、エジプト、サウジがカタールを追い出して、イランとトルコがカタールを支援した。そういう構図になってるんですけど、じゃあエジプトと、イランはどうなのかっていうと、また微妙なんですよね。あの、本当に敵対関係あるのかっていうと、これはあの、モルシーっていうのはあの、あれですよね、あの、イスラム同胞団、ブラザル、イスラムブラザルと、イスラム同胞団を追い出して、だから、モルシーは同胞団を嫌えるわけですよね。そうすると、あの、彼は、エジプトはイスラム教なんですけど、コプト派ってキリスト教がいますけど、迫害してますけど、スンニなんでしょうね。だけど、イランとの関係は悪くないような記事はあったんですよね。まあ、そこら辺どうなってるのかっていうことは、あの、きちんとはまだ僕見てないんですね。で、エジプトってのは非常にその1億人いる人口の国で、で、ここにもあるようにですね、あの、そんなに所得は4000ドルで高くはないんですね。で、まあ、イスラエルとの関係どうかっていうと、これはシナイ半島挟んでね、一回退治していましたけど、これもエジプト、要するにエジプトっていう国がね、まあ、実は僕自身もまだよくわかんなくて、で、この全体流れをもう一回見ていきたいと思ってるんですけど、あの、まあ、アメリカはどうなのかって一時支援を停止してたけど、今、あの軍事援助したりしてるんですよね。これもよくわかんないんですよね。だから結局、ムバラクからモルシーになって、シシになってっていう、そういう政治の変転していく中で、エジプトはどういうふうに今立場になっているのかっていうことは、やっぱりね、これもうちょっとね、あの、詳しく調べた方がいいような気がしますね。それを昨日の夜つくづく思ったんですね。私思うにあの、エジプトっていうのは、地政学的にスエズ運河を持っているんで、すごく重要なんですよ。そうだよね、スエズ運河。うん、シナイ半島。で、第二次世界大戦が終わった後、エジプトがスエズ運河を国有化しようとしたときに、イギリスが戦争しそうになったんですよ。ああ、そういうことスエズ動乱っていうのがあって。ああ、そうだったね。うん。だから、近代においても、このエジプトがスエズ運河を持っているときに関して言うと、地政学的にすごく重要な場所です。だから中国もここ絶対狙ってくる。あれでもスエズって、聞こえますか？はい。聞こえる、聞こえる。スエズって、すごいあの、大きな会社がありますよね。はい。あれが今スエズ運河の利権持ってるんですかね。スエズってすごいいろんな事業へ、今、なんかこの間保険、最近保険とか、金融とかそっちの方だったと思うんですけど、うん、でもまだスエズっていう会社あるんですよね。そうなの？僕は知らなかった。知らないよ。スエズ社っていうのはすごい、あの、多分、もう運河の管理をやってないような気がしますけど。でもそれはあれでしょ？国営企業なんでしょ？エジプトの。ですね。エジプトじゃない。じゃないの？そうですね。っていうことは、イギリス系なんですかね。イギリスがもともとスエズ運河持ってたじゃないですか。そうなの？あ、フランス、かもしれないですね。まあ、ともかく、アフリカはね、まあ、こう、今日からアフリカ入るんだけど、アフリカはね、ともかくね、フランスとかイギリスとかね、まあ、ドイツはあんまり入ってないけど、うん、まだ未だに利権持ってるんですよ、いっぱい。で、やってみて分かったんだけど、ヨーロッパの人ってね、やっぱりね、アメリカよりなんていうかな、悪いんじゃないんだろうけど。かつてのコロナゼーションを、その、なんていうのかな。悪意を持ってじゃないんだよね。なんていうかな。資本参加したり、その国の国債持ってたり、あの、
ゴールドマインの利権持ってたり、それがなんか独立をしてもずっとなんか引っ張ってきてるの結構いっぱいあるんですよね。そういう意味では、だから、高橋が言うように、スエズがフランスの会社だろうと、イギリスの会社だろうと、まあそうかなっていうね。それはだから、いろんな国がそれを国益を化して取り上げたりして、また、